ラフィー、いつもと違う格好にした。指揮官、今のラフィー好き？綾波です。この衣装まだ慣れないですけど、指揮官、綾波に似合っているのですか？大切な日にドレスを着て、大好きな人に指輪をつけてもらって、ジャベリンにとってこれが一番幸せなことですよ、指揮官。指揮官が目指す先がどんなところだろうと、嬉しい時でも悲しい時でも私はずっとそばにいます。一人には絶対にしませんから。指揮官と一緒にいる時間はいつまで経っても飽きないもん。ねえ、お風呂が終わったらお話聞かせてくれない？この服を着て大好きな指揮官と一緒に幸せな時間を過ごせるなんて、やっぱり女の子っていいよね。今日の夕げは私に任せてくれないか？ベスタルからもう教えることはないって言われたからな。戦闘しか能がない私じゃないぞ。ご主人様、あなた、ダーリン。選びにくいものですね。もしくは他の呼び方がご所望ですか？指揮官様、この海が平和になりましたらもう一度世界巡航といたしましょうか。今すごく幸せな気分よ。なぜ？なぜだと思う？あ、な、た。悲しみの向こうは愛と希望の輝きが満ち溢れる幸せの彼方ですわ。この思い、あなたと共に永遠となりますように。指揮官様、ずっとずっとこの赤城のそばにいてくださいね。絶対絶対に赤城から離れてはいけませんよ。何時の手を取りて、何時と共に追いん。お前とならそう悪くないな。お姉さんが静かになった？だって指揮官がもうお姉さんから離れないって分かったんだもの。さあ、お姉さんの胸に飛び込んでちょうだい。修行に生きていた拙者が指揮官殿という領主に恵まれただけでなく縁まで結べたとは、拙者はどれだけ幸せ者なのだろうか。
世は長と。獣王の長とだけでなく、お主の長とでもあるのだ。孤独だった世に手を差し伸べてくれたお主。世はこれからもずっとお主のそばにいたいのだぞ。よもや断られることなんてないよね。難しいことはわからないけど、でも夕立指揮官のことが大好きだぜ。指揮官をいじめるやつはまずこの手法に断りを入れてからにしな。旦那様のことが一番好きです。一緒にいると楽しくて幸せです。ずっとずっとこうして一緒にいてくださいね、旦那様。指揮官はいつも明石のお店をひいきしてくれて、こうなったら明石はもうこうやって恩返しするしかないんや。なんて冗談にゃ。でも明石、指揮官のことは本当に大好きにゃ。ダイヤよりも大好きにゃ。ねえねえ、いつ行くのだ？この前言ってたデートなのだ。雪風様は今回遊び担当で、他のことは全部あんたに任せたのだから、ちゃんと責任を取るのだぞ。うい、大好き。これがあなたが待ち望んでいた夢か。ああ、最後まで付き合うと誓った身だ。遠慮なくその甘い理想のそばにこの身を置かせてもらおう。これからも一緒。泣いて、くっそ、料理修行ってなんだよ。ピンセンスのやつ、普段はレンジを使ってチンしてるだけじゃねえか。やってやる、指揮官のためだ。指揮官、準備はいい？もうここまで来たんだから、まだだよなんて言わせないからね。とっておきのサラトガちゃんの可愛い姿、しっかり覚えておいてね。指揮官の愛のパワーがあれば、サンディエゴがきっと母校のナンバーワンになれる。ん？何のナンバーワン？よくわかんないけど、絶対なれるよ。これは大切な式のための大切な衣装。ユニコーンもユウちゃんも準備ができてるよ。お兄ちゃん、こんな感じでいいの？みんな言ってた、これ大事な約束の衣装？指揮官、今のエルドリッジチャーミング？指揮官、ようやく迎えたこの晴れの日、本
当に夢のようです。私幸せすぎて、いけないいけない、今日は泣かないって決意しましたもの。見習い騎士フォルバン、生涯指揮官のそばで頑張っていく所存です。ロイヤルナイトサウサンプトン、ウェディング姿になって華々しく登場。ああ、指揮官様、もしかして緊張なさってますか？じゃあ早速どうですか、肩の力抜けました？夢にまで見た真っ白なドレスいいえ、重要なのはこれからですね。指揮官、花嫁修行の成果をご期待くださいませ。ほう、これがピュアオースという名のバトルスーツですか？すべては定められし運命。指揮官よ、世界を修正してまいりましょう。指揮官様、大砲が選んだこの場所はお気に召されましたか？ここでなら指揮官様は大砲と二人っきりで誰にも邪魔されず、気が済むまでずっと。ああ、大砲の心の音はこの波の音より大きく響いていますわ。指揮官様と一緒にここまで来られて本当に嬉しいです。この美しい朝焼けがずっと私たちを見守ってくれますように。指揮官様、愛しています。讃えられし唱歌は尊きアイリスに捧げ、奏でられし名曲は清き祈祷に凝集す。祝福を授ける先は天霊にあらず、苦音に続く規範こそ人の偉業なり。3、2、1、はい指揮官、ブーケトスした瞬間をちゃんと撮れた？次の観戦通信はこれに決めたから、指揮官も同じのにしてね。私たちのもう一つの愛の誓いなんだから。思い出になるこだわりのセレモニーと注文したのは閣下なのに、ぼーっとしてどうしたんですか？それ以上じっと見つめられるとこちらまで恥ずかしくなってしまうので、早く手を取っていただけますか？私がこのような格好をする日が来るとは。閣下の幸せも駆逐艦の妹たちの幸せも、これからはこの私が守る。出撃ご苦労さん。はーい、これはお帰りのキスよ。好きなんでしょこういうの。輝く光をはらみ、
羽のように風になびくウェディングドレス。きっと私はまだまどろみの中にいるのね。そう、指揮官様もヨークタウンと一緒に幸せな夢を見ているに違いないわ。長い人生、歩みを止め、道端に生い茂る草花を楽しむのも一興。生気あふれる時節だもの。百八煩悩を忘却できる場所に私と立ち寄っていかない？このような晴れの舞台を迎えるだなんて、なんだか緊張します。どうぞ末永くよろしくお願いしますね。戦艦ミカサ、これより末永く信頼と愛情を持って二人で助け合い、励まし合い、共に歩むことを誓います。ふつつかものですが、どうぞよろしくお願いいたします。今日も頑張ってね。私？このままゴロゴロして過ごそうかな。花嫁だからこれぐらい平気でしょ。この夢のシチュエーション、まさか本当になるとはね。指揮官はこんな感じのロドニーを楽しみにしていました？昔はうまくできるかどうかいつも心配していたけど、今は指揮官と一緒ならきっと大丈夫って気持ちの方が上回っているわ。ご安心ください。オーロラはずっと指揮官さんだけのオーロラですが、指揮官さんはみんなの指揮官さんですよ。これなら他の子が拗ねちゃったりしませんよね。あなた、どうかしました？イーシェンはここにいます。ええ、ずーっとここにいますよ。何か食べたいものはあるか？明日一番いいレストランに連れて行ってやる。このハルビンの恋人として食事で損はさせられないだろ。タブサを結ぶは金宝の帯、髪を解くは龍門の櫛。お待たせしました、指揮官さん。かつて夢見たこの情景が本当になるなんて。これからも末永くおそばにいさせてください。ではしきたりに従って、次は合金の時間になるかと。坊やのすべてを受け入れて
坊やの前に立ちはだかるすべてを滅ぼしてみせるわ。さあ、もっと私に甘えてちょうだい。もっと、もっと、もっとよ。顔がほてっています。きっとあなたに強く抱きしめられすぎちゃったせいでしょう。いつもこうして受け止めることに慣れちゃいました。好きよ。